はいどうも、ルーゲーム TV へようこそ。このチャンネルでは、レゼリーナのアトリエ、アスター・タタリクス、FF7、エバークライシス、そしてアルケランドなどのアプリゲームの攻略実況生配信をお送りしております。また、不定期ではございますが、コンシューマーゲームの生配信、そしてスパロボ Z の縛りプレイなどの、動画も投稿しておりますので、こちらも合わせてご覧ください。はい、レースレリーやっていきたいと思います。はい、まだね、ちょっとチャプター2の68ではあるんですけれども、1日ちょっと、ま、やってきて、あ、これはやっといた方がいいなとか、デイリータスクみたいな形で、動画を、お届けしたいなと思っております。で、主軸に置いてるものとしては、取り返しのつかないものを、まあ、優先してっていう形で、考えております。はい。まあ、貴重なものの優先順位として、まあ、もちろんそれは青銅石、まあ、スタミナ、で、まあ、デイリークエストにおける、ピースですね。ピースクエスト。まあ、ここら辺で集められるもの。あとは、まあ、あれか。まあ、そうですね。石ですね。青銅石。うん。っていうところで、まあ、取り返しのつかない、スタミナなんかね、溢れちゃったら、使えなかったことが損になっちゃったりするので、そこら辺がね、ないように、まあ、そこら辺に優先順位をつけて、お伝えしたいなと思っております。まあ、当然なんですけれども、デイリーミッション、これ毎日、クリアしましょう。で、8個でいいので、まあ、ログイン、簡単なのは、ログイン、スタミナ、こう、まあ、あとはダンジョン系ですかね。スキップできるやつですね。この、あとはゴールドクエスト、経験値クエスト、雫クエスト、で、ガチャ。これで、1、2、3、4、5、6、7。7個はもう確定なんで、あとはもう1個、1個調合すれば、これでもう8個で、石、デイリーのね、石50ゲットできるんで、まあ、とりあえずこれで最低限、OK と。いう感じですね。ダンジョンとスコアバトルも大事っちゃ大事だし、コールもめちゃめちゃ大事ではあるんですけども、まあ、青銅石と比べたら、コールの方が、落としても、まあ問題ないかなっていう。まあ、ある程度まで育成してくると、もう1000じゃ、何もできない感じにはなってくるんで、なので、まあそこは優先ですね。で、あとは、ウィークリーで、ちょっと重いのがあって、それが、この調合ですね。で、調合の回数が、調合以外のやつを、まあ、回収していくとして、まあ、調合20回ぐらいまでは、ある程度やんないとダメっていう感じで、まあ、1、2、3、4、5、6、7、で、8、9。まあ、20まで最悪やんなくてもいいかもしれないですけど、その場合はね、注文を受け取り切らないといけないっていうのもあるんで、10個。まあ、これ忘れることはあんまないかもしれないですけど、まあでも、どっちにしろ調合は、してった方がいいと思うんで、まあ少なくとも毎日5回ずつぐらいはやった方がいいかなっていうふうには思いますね。マナが、まあ必要になってくるんで、まあその問題もあるっちゃあるんですけど、まあ週3回はプラスでマナが手に入るっていうのがありますので、はい。まあそこら辺は問題ないかなと。あと、デイリーでも2つか。問題ないかな。これが回復量が、4時間だか5時間だかに1、だったと思うん で、最悪これもね、コールで買えば OK。デイリー1個、コールのやつを消化すれば、1個手に入る感じですね。まあ、あとはもうほんと、最悪の最悪の手段。まあ、どっちにしろね、調合したいよってなった時は使うかも、可能性あるんですけど、マナー1個、10で買えます。っていうとこですね。はい。まあ、あんまり、序盤ではそんなおすすめはしないですけど。で、あとは、まあ、ご存知の通り、クエストの方から注文ですね。まあ、ここで、ロロナからパイを受け取ると。で、1日、2個。これ、累積してくれるんで、まあ、18時、昼の12時から、18時超えて以降に受け取る、その時間しか受け取れないっていう風になっても、ちゃんと2枚、用意してくれてるんで、まあ、そこは安心してください。あとは、まあ、オーバーフルできるっていう。で、まあ、この昼12時にまでっていうことなんで、まあ受け取れないことってほとんどないと思うんですけど、朝学校行くとか、通勤するっつっても、まあパッてちょっと開いて、注文開いて受け取るだけでいいので、まあこれはね、
ないとは思うんですけど、これはもう絶対やってください。これを、まあ、貯め続けて、900まで貯め続けてもいいので、これだけはもう絶対やってください。まあ、最悪デイリーミッションできなくても。で、あとは、これもまあ、本当はやってほしいんですけど、まあ、最悪ね、本気で時間ない、ログインするしかできないみたいな時は、まあ、できないっちゃできないんだけど、この動画広告再生6回。これで最低が10。で、最大300ってことで、最低60が保証されて、マックス1800という形ですね。まあ、そんなこと絶対起こり得ないんですが。まだ、12回ぐらいしか見てないですけど、1個だけ20出たぐらいですね。まだ統計としては、まあ少ないんでね。まあ10が多いのは当たり前なんですけど、ガチャで星1のキャラがいっぱい出るっていうのとね、同じ感じだと、まあ悲観しないで、回し続けたらいいことあるんじゃないかなっていう感じですね。あとはまあスタミナ効率度外視で、見ていくのは、まあピースですね。できるところの最大限のところでやった方が落ちる量が多いみたいですね。ちょっと5000のところちょっとクリアしようかと思ったんですけど、ちょっと取る時間の問題でクリアまで至らなかったんで、またこれはちょっと別途お伝えできる機会あればそちらでやりたいんですけど、この初級、これマックス、3回1日できるんですけど、まあちょっと今日はやりますが、このパーティー、今見えてるパーティーで1ステージクリアすると、まあこのパーティーのピースがもらえるっていう感じですね。まあわかりやすくていいですね。で、1回クリアしているので、まああとはスキップだから戦闘力とかも関係ないんで、まあまだ育成途中の推しのキャラクターが手に入った。だけど、育成リソースが足りないと。じゃあ、凸だけでもっていうことでやるっていうのも全然できるんで。なので、結構いいんじゃないかなと。なんだろう、初級しかまだできないよっていう状態だとしても、これはぶっちゃけ、毎日、マックスまで砕いてやった方がいいです。後々のことを考えたら。まあ、確率的に言ったら、まあ、確実なのはこっちなんで、まあ、とりあえず、リセマラとか、あとは推しのキャラが、ガチャで手に入った時に、まあ、ここで盆栽していく感じがいいんじゃないかなっていうふうに思います。もう日々眺める。日々ピース獲得クエストをポチポチして育つのを待つっていう感じが、まあいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあちょっとやっちゃいましょう。これが中級以降だと、まあきっと増えるんだと思うんですけどね。当然そうじゃないと困っちゃうんですけど。今2個ずつ手に入りましたね。はい。まあそんな感じですね。これはもう絶対やった方がよかです。はい。で、あとは、このクエスト、ここら辺のクエスト周りも、コールがね、2倍で一応ドロップするんですよね。全部。3回ずつは。なので、軽減素材も、メモリア強化素材も、まあ、通常のコール強化、コールダンジョンとかも、含めて、全部、コールが男になるんで、デイリーを、まあ、逃すっていうのはないですね。で、スタミナは毎日、そのパイ、含めて、あとスタミナ回復が1日無料なん、1回無料なんですけど、まあ無料で280回復できるのと、あとは自然回復が5分で1。で、皆さんが、学校だったり、仕事してる時間が8時間とすると、自分で、自由に使えるようになった時に使えるスタミナっていうのが、376は、出てくると思うんですよ。あ、当然、一回リセットされてから、その8時間経つっていうことが前提なんですけど。まあそう考えたときに、まあやっぱり、今のデイリー系のクエストを、まあ3回ずつ回って、まあここで90使うとして、で、まあ280残るんですけど、まあ攻撃が、まあ必要、攻撃を優先で、まあ必要な数回って、で、残りを調合用の素材っていう形で、まあ、とりあえず一回吐き切るっていうのが、まあいいのかなっていうふうには思いますね。で、その後にまあストーリー進めたりとか、いろいろやって、もし足りないのであれば、クッキーか。クッキーを砕いたり、まあ石を少し使ってクエストを進める。で、この、最初に、今僕やっと5000まで行ったんですけど、最初に、この、育成のための、石の排出をケチったら、マジで、時間かかっちゃうんで、いろいろと。初期にかける、その、石の投資に対する、その、クリアしていった先への、先から得られるリターンっていうのは、ゲームをスタートしたばかりであれば、あるほど、でかいので、まあ、先行者利益ってやつですよね。まあ、それをバーってこう、取っちゃって、取り尽くしちゃって、
で、そっからゆっくり石を貯めていくっていう。ある程度強くなっちゃえば、イベントが来て、またアイテムだったりとか、石だったりとかが手に入る段階になった時にも、ある程度戦えて、育成もね、急激にしなきゃいけないってこともないんで、なので、疲れることは一ちゃん最初にやりましょうっていうのが、まあ、ポイントかなと思います。まあ、ちょっといっぱい喋ったんで、疲れたので、ガチャを引いて、可愛い女の子をめでたいと思います。ちょっとね、まず役落とし。星さん確定引きます。ここでダブル笑顔だと確定らしいです。知らなかった。なんか俺この走ってる時のキラキラみたいなのが気になってたんですけど、仲間が出てきたりとか、あとこれが逆になったりとか、ね。そういうのばっかり気にしてたんだけど、二人が、笑顔でこうお互い向き合うっていうのが、もう確定らしいですね。知らんかった。もう初回でわかるんだってね。さあ行きます。太郎何が欲しいか。アーシャかな。アーシャか、レスナ。なんか、今、レスナの、配布のレスナが、4凸、星4になってたのかな。だから、まあ、結構、使えるんですよね。しかも、麻痺耐性持ってるから、結構ね、麻痺とか使ってくるやついるんでね、そういう耐性持ってるキャラって便利で、これ、配布キャラに、そういうの入れとくっていうのは、まあ、狙ってやってるんだろうなっていうふうに思って、まあ、ちょっと配布だからといって、侮れないなと思いました。どのゲームも主人公は強いということで。まあね、昔、セブンナイツっていうね、主人公が弱いゲームを、あれ、ロロナだ。これ被っちまったな。これロロナを使い続けなきゃいけないんじゃないのこれ。でもロロナ非属性だから、まあ、いけるかな。キースグリフ欲しいけどな、そうすると。おー二枚抜き。ありがとうございます。いろんな人の性癖に刺さる女。ワンサマーストーリー。メルル。あ、メルルもいいですよね。なんか、デバッグ解除があるっていう。回復、使える。おお、トトリ。いいね。メル先生のキャラが揃った。あ、ちょっと待ってこれはやばいまあでも、いいでしょ。優勝なんだから。やば、非属性が集まってる。ラブリーボンバー。いやーもう絶望的な、飯まず動画になっちまったな。しかもさ、これ星さん、キャラ確定のガチャじゃないってやつね。これにさらに星さんキャラが出るっていうね。この無慈悲な動画。昔ね、童貞を殺す服みたいなのが流行った時あったじゃないですか。胸のところがだけパクッと開いてるニットの。これなんか、まさにこう、無課金を殺すガチャっていう感じでね、地獄ですね、ほんと。見た人は。ああ、オスカー。やばいな、もう使い切れねえな。ただ、あれか、いろんな編成ができるってことか。めっちゃ育成しろってことを言われてるね、俺。ありがとうございます。これもうほんと、ここ3ヶ月ぐらいガチャ引かなくていいんじゃないのかな。もう3ヶ月ぐらいガチャ引かなくていいんじゃないか。やば。マジで。だってパーティーから溢れるもんね。ユーディとオスカーを使い分けられるもんね。火属性と土属性。あとやっぱりキースグリフ欲しいなぁ。そうすると火属性ダウンできるやつできるから。でもこれだけいてさ、ヒーラーがいないっていうね。未だにイクセルで回復するしかないっていう。はい。というわけでね、まあ最低限やっておきたいデイリータスクですね。まあ、そちらの方をお話ししてまいりました。参考になれば幸いです。
最後にチャンネル登録、高評価、そしてコメントの方お待ちしております。お疲れ様でした。